はい、ジョーちゃん、リュウちゃんやってきました。来ましたね。どうですか、車の乗り心地は。まだ運転してないから分からんけど、かっこいいわね。かっこいいですね。中すげえな。中もすごい。内装かっこいい。あ、ほんまや。めちゃくちゃ。ま、ほんまや。結構なね、しましたよ。これ、ええ値段するやろな。ええ値段しました。ハーツさんの最高級。何がハーツやねん。何がハーツやほんまに、はい。これ、サンちゃん、前から乗ってんねや、これ。乗り回してます。乗り回してんねや。はい、今、足クリクリしてました、ジョーさん。お、やってる、分かった？分かります、分かります。見えるんや。これ。おー、もう、クリクリやってる、クリクリやってる。はい、サンちゃん。ラダーですよ。白がサンちゃん。ラダーで。ラダーでいけんねや。はい。説明しますね。スロットルでアクセルです。うん。ブレーキは？ブレーキはあのペダルです。ブレーキペダル。なるほど、なるほど。はい、はい。で、ブレーキングは本当に速くしないと間に合わないです。うん、早め早め。で、皆さんにはコースを送ってるんで。うん。で、さすがに今からレースってあるな。一回鳴らして一周走ってみましょうか。そうやね。いいですか、それで。むずい。むずいっす。じゃあ僕もここのコース、実は初めてなんですよ。おー、練習なんかしてないですよ。まあでも、やってみよう、やってみようよ。はい、うん。全然練習なんかしてないですよ。わかった。ブレーキングです。なもうやっとるやん。すぐやな。パッシングしよう。パッシング、パン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 って。じゃあ、ここ、1本のタクシーレを左です、はいはいはい。めっちゃ遅いんやけど、サンちゃん。いや、そこ曲がってください。曲がれますか？そこ。ほら。そういうことなんですよ、ジョーさん。まっすぐ行くれよ。まっすぐ行けるよ。ジョーさん、タクシーウェイ。ここじゃなくて。ここじゃなくて。ここじゃなくて。ここここここジョーさん、だからすぐなんですよ。そこ通るよ。やばいやばい、全然曲がらへん。ジョーさん。全然曲がらへん。一周しといてよかったの、おるか。あの、奈良市の話を聞いてください。もう全然曲がらへん、さんちゃん。はい、そうなんですよ。だから、あの、ポイントは、100切らないと、回らないです。カーブ100切らないと。あの100ノット。100ノット。100ノットね。100ノットじゃない、100ノットじゃない。あの、スピードメーター見たら、スピードメーター見たら、100切らないと回っていかないです。はい、ああ、なるほど、なるほどね。だから、ここのポイントは、僕走ったことないですからね、ここね。走ったことないですけど、まあ、200いったらもうアイドルです。で、ブレーキ、マックスブレーキ。200いったらアイドル。もうマックスブレーキ。で、ここの U 字カーブ曲がりきれないので気をつける。うん、まあ、走ったことないですけど。はい。怖い。いやー、したことない。うわ、ほんまや、全然曲がらへんこれ。ああ、なんか、全然。だから、早め止まらへん。ほら、止まらへん。いける。自分、いける。止まらへん、これ。いける。皆さん、どうしたの？皆さん、どっか、お母さんも待ってます。ちょっと待ってきます。待ってきます。やっぱり、南の島では海水浴が必要やろ。ちょっと、あの、ジョーさん。そろそろ私のちょっと お話だけ聞いていただいてもいいですかね。敵の話は聞かへん。自由が過ぎるんで、過ぎますよ、言われて、はい。次は、さっきのタクシーウェイを右です。はい。さっきの、ああ、1回目回ったとこ。1回目回ったとこ。だから、通るタクシーウェイ一緒です。先行って。先行きます。ついていくかついていくか。ブレーキも全然効かない。ブレーキ全然効かないな。だから私があの送った地図を参考にブレーキングのポイントを決めといたらいいかもしれない。いいかもしれない。作ったもん勝ちやん。いや そんなこと言わないでくださいよ。だからこれはもし僕が勝ったとしても、それはちょっとあれかもしれないですよ。あれです。あれがあれってないやん。あれってないやん。で、タクシーレール超えたら、もうほとんどスピード出さない方がいいです。もうすぐ見つかる。危ない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 。もう全然回れ、全然回れ。そうなんです。お全然回らないです。あ、ジョーが馬になってる。あ、コース無視しとるけど。コース無視ダメですよ。あ、そこも行くんか。そうです、最後ここです。あ、ここ。飛ばしたら回れないですよ。試験的なやつ。はい。で、通通に行ってゴールですね。どうですか、ね、まあ、やってみよう。面白いね。できそうですかね、大丈夫ですか。いや、できるとは思えないけど。
ああ、なるほど。なんか今年は新しいチャレンジというところで、このレースをちょっと3人でね、ちょっと今日はやってみようかなっていう。まあでも、これにはやっぱりハンデが必要だよね。うん、もちろん。ねえ。はい。サンちゃんはやっぱり大得意やから。得意はい。まあ、初めの、はい、20秒ぐらい20秒ぐらい。長ちょっと1回、じゃあ、今みんな走ったじゃないですか。うん。10秒でやってみませんじゃん。え ?10 秒。20秒でやります。20秒でやります。はい。20秒でやります。その前に、皆さん、あれですよ。ショートカットなしですよ。ショートカットはしてないよ。え、もう1回戻ってくださいね。ショートカットの時は。同じアビームのところに。コースアウトしたら、コースアウトしたらね。コースアウトした、そうそうそう。めんどくさ。分かったよ。OK。じゃあ、20秒後に出ます。みんなが言ってから。え、一番初めのコーナーを曲がるね。左にね。そう、一番最初。コースは覚えた。じゃあ、5秒。5秒前。4、3、2、1、スタート。早いやろ。言えた。さあ、さんちゃんは20秒数えてね。はい、数えてます。数数えー、まずは、ここやな。まずはここ。ここね、まずはここ。15。そうそう。早ない?早ないっすよ。20。まずはここ。お、慎重に、慎重に。てるてるてる。いきます。え、もうやっぱ20秒って結構近いな。全然や。10秒で1個にしてた。お前や。ほぼ詐欺や。ちょ、詐欺や。結構2人めっちゃ並んでるじゃないですか。そう、ええ勝負してる、ええ勝負してる。ええ、全然見えへん、見えへん、リュウちゃん。ええ勝負。ああ、上手にかぶられてるぐらい。めっちゃいい勝負じゃないですか。同じとこ走ってるじゃないですか。そう、ほぼ同じ。マジで?おう。上に、今抜かれたぐらい。お、すごいすごい。お、めっちゃ来てる、めっちゃ来てる。え、てかめっちゃ離れてるじゃないですか、やっぱり。やっぱり20秒でかいっすよ。さあ、ここ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 。いや、でかいですって、20秒。やばい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 。いけない、ここだけ。いけた、いけた。ジョー、いけよった。うっせやろ。ジョー、いけよった。うっせやろ。ちょっと待ってよ。ジョー、いけよったね。さあ、次曲がるとこ。サンちゃん、うまいやん。普通に曲がってくやん。やばいやばい。いけてんだ、いけてんだ、俺。よし、よし、あとリュウさんだ。あとリュウさんだ。リュウさん、ちょっと待って、どこや、次どこか分からへん。失敗して、失敗してリュウちゃんを捕らえろ。あったあったあった、次ここや、ここ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 、あそこも曲がれるって綺麗に曲がれたらもう絶対追いつかん。うらあ、やばい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 、あかん、綺麗に曲がってる、あかん、いけた、いけた、リュウさん抜かれた、なんでモッド出た、モッド、いつものモッドで、ハイパーポット入れてます。やばいやばい。やばいやばい。絶対おかしいやついる。ジョーさん。ねえねえジョーさん。どうしたどうした。ちょっとジョーさん、それ。かなりおかしいやついるね。どうした。ジョーさん。ジョーさん、なんか変な動きしましたよ。車。いやいやいや。嘘。いやいやいや。元？元？自動的におかしいの見た。今絶対、ま、曲がれないスピードでいって曲がってきましたよ。なんかないでしょ。曲がったじゃない。鋭角入ってった。いやばい。ショートカットした。ショートカットしてましたよ、兄さん。イエーイ、ウィニングラインやな。ウィニングラインな。違う。やった。え、サンちゃん遅いな。サンちゃん何してんの？何してんの？ちょっとハンデ上げすぎ、ハンデありすぎたかな。ちょっと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 、もう一回しましょう。何が？ちょ、何がじゃない、時間を調査。あのここちょっとリュウさん見てください、調査の走り方やってからやります。ここをやってやって、うん、来てこんな感じで入ってきました。こうやって絶対そうやんな。横から出てきたもん。でこう入りました。おいおいおい、言いがかりはやめろ、言いがかりは。言いがかりはやめろって。負けたからって。ビデオ判定、ビデオ判定。本当に、ジョーが横から出てきた。はい、もう、あれやな、視聴者さんのビデオ判定やな。
そうですか。わかったわかった。泣きの1回ね。じゃあ、ハンデシンプルにしよう。シンプルにしようよ。シンプル。同じルートじゃなくて。え？シンプルの、もうちょっとシンプルなルートで。なんで？時間かかりすぎるから。ジョさん。時間かかりすぎるから。いいよ、別に同じルートでも。あ、じゃあ、こっからタクシーウェイ行って、この字入って帰ってきます。お、いいよ。こっからタクシーウェイ入って、この字入って帰ってくるだけ。いいよ。おおおおおお。めっちゃシンプルだ。ゴールどこ？ゴールどこ？ゴールツーツー。あ、ツーツー。ツーツーの番号たち。番号たち。番号たち。おお、いいか。これも何秒ハンデ欲しい。これ何秒前常にハンデ。いいよ。ノーハンデでいいよ、サンちゃん。それか、イシューにしますこれを。いやいやいや、もういい。イシューですよね。ハンデなしで一回で一発でいこうよ。オッケー。え？いつでもいいっす。いつでもいい？いんの？そこに。います。全然見えないけど、誰も。え、ほんと？え、前にいるよ。前に2台いるよ。サンちゃんと並んでるよ、俺。じゃあ行きましょう。全然見えない。うん、じゃあ、スタート。早い今見えてる今ね、サンちゃん今サンちゃんジョーと俺が並んでるぐらい、サンちゃんが今あのちょっとせこいことしたちょっとそれぐらいから入ったってことですね。そうそう、もうだいぶうちの土のとこ踏んでるっていう。あ、じゃ戻らんな、アビーまで。今のセンスです。いや戻らなあかんよ、自分で言うたやん、自分で言うたやん。いやアビーまで戻らなあかんって。いや自分で言うたやん。いや今日とかじゃない、サンちゃん自分で言うてんやん、ビームまで戻らなあかんて。オッケー。え？ゴールです。いや、ビームまで戻らなあかんて。ゴール。ゴール。ビーム戻ろう。そう。ゴール。そう。ただ。そう。クリアしとるわ。あ、ビームまで戻らなあかん。さあ、もう俺のあの監視者は完全にサッチャン、うん、あの茶色いとこ踏んでたんだ。いやサンちゃん、サンちゃん帰ってきて、はい、帰ってきて。わあ、めっちゃ走っとるけど。サンちゃん泣きの一回やるわ、泣きの一回。俺今度ね、はい、ちょっとね、はい、ちょっとルール変えていい？あ、もちろん。じゃあ、このまままっすぐ全力で行って、ほう、で、ブレーキかけて、はい、ギリギリのところで止まったもん勝ち。いいね。その代わりに海ポチャしたらもうアウトよ。ギリギリっていうのは、最後アクセルを調整せずに、アイドルにしてフルブレーキで止まったところで止まったってことですか？そうブレーキ調整なしで。ブレーキ調整なし。おう、じゃあ、あれがね、それで運勢を占うってことやな。あ、そうやね。おう、面白い、それ。ね、これの一番近いやつが大吉ってことやな、うん、ちょっと待ってください、ちょっとマップで確認します。確認するの？まっすぐやろ。そう、もうまっすぐしかないやん。ペイントのどこに、アビームどこでブレーキかけようかなみたいな。行きましょうか。分からへんもん。行くでもういいですか、一人ずつ行きますよ、一人ずつ。全員で OK。 うん、よーい、スタート。早いもん勝ちやで、サンちゃん。早いもん勝ちですか、これ。ゆっくり流んで。スタートしてからルール追加。いや、アクセル全開だから、みんな変わらないと思ってた。りょうさん、それは関係ないです。アクセル全開行って、全開でね、アイドルにしてブレーキかけて、止まったところ。オッケー。よし。まだ行けるな。今や。まだ行けるな。あかん、早すぎた。ちょっといけるな。早すぎたぞ、これ、ちょっと。あー。いや、いいんじゃない？ちょうどいいぞ。俺もいいんじゃない？サンちゃん、蛇行なしよ。サンちゃん、蛇行なし。してないです。あ、分かった。うん、俺いいんじゃない？かなり生きたよ。俺もいいよ。オッケー、いい、それちょうど来た。いい、俺もいい。止まった。これいいんじゃないですか、僕。
俺もめっちゃいいよ、めっちゃいいよ。パーキングエキスト。はい、パーキングエキスト。めっちゃいい、めっちゃいい。来た来た来た。来た来た、俺の歌詞だ。え、誰も見えてない、見えてない、見えてない、見えてない。見えてない。僕の勝ちや。誰も見えてない。どこにいんの今。あんたどこにいんの、あんたたち。じゃあ、ジョーさんから言ってください。4の横。あ、ジュウさん。俺、4、末端標識。はい。の真ん中よりちょい上より。一緒。うん。負けたやん。負けたやん。僕は末端の、線の3分の2ぐらいのところ。では皆さんにね、海側、3分の1海側。さあ、じゃあ皆さんに私の、全員が映ってる画像を見せて見せて共有します。欲しい欲しいってことはリュウさんやってんのよ。そうそういうことや、共有画面を見せるってことや。共有画面を見せるってことはそういうことや。うわうわうわ、全然余裕で負けてる。いやいや、でも大吉な今年の大吉いただきました。いやーというか、この画像ちょっとこの画面スクショして送ってください。了解。いやー悔しいなー。そらあれやわ、そら共有するな、さんちゃんな。そら共有しますわ。そら共有するやろ。えぐい、立ち方がえぐい。立ち方がえぐいさやん。あ、なに、やられた。やられたな、これ。うわ、これすごい。でも、面白いレースですね。これ面白い。じゃあ、めっちゃ面白かったこれ。ゆうちゃんが大吉で、はい、俺が中吉で、さんちゃん。今日この1位で、今日。どういうあれ。おい、マジごだ。マジごだ。サンちゃん中吉で、俺小吉やな。いただいちゃっていいですか。あ、もちろんです、うん。ありがとうございます。いいね、うん、素晴らしい。いや、あかん。去年、今日で、今年小吉か。ちょっとずつ上がってね、ちょっとずつ。いや、びっくりした。いや、これでもすごい。でも、ね、これすごいね。まあ、A 勝負。A 勝負。いやいや、俺最後60キロとかで調整してないですよね。してない、してない。もうフルブレーキ、フルブレーキ。フルブレーキ、そう、緩めてない。ちょっとこれ、一番ビビってしもたっていう結果になってしもたやん。ほんまやな。今年初バビコしてしもたな。バビちょっとバビこれ、3人の。それだったら、突き抜けた方が良かったな。そうそう。3人の誰か海行くと思ったんですけどね。誰か1人。後になって反省するけど。受けてもよかったな、ね、うん、弾け飛ぶぐらいでよかった。そうそうそう、ちょっと反省。反省は海に入ればよかった。そうそう、反省やわ。今日行ったらよかった。今日、今年も今日最強行ったらよかった。可愛いですしね。そうやな、そうやな、はい、まあ来年は実際のリアルライフで対決するから、さんちゃん。何すんの。リアルワールドで対決するいいね、はい、うん、よろしくさんちゃん。お願いします。リアルワールドでこれやるんですか、どっかで。いや、これやったらね、これやったら捕まるから。もう二度と映像作れなくなる。そうですね。ほんま、もう赤が赤いよ。そうですね、リアルワールドでこんなことしたら、まあね、まあ、今年の運勢を占ったということで、はい、ね、また今年の末にまたね、それ結果どうだったかっていうことを報告しながら、ね、うん、実際にサンちゃんは中吉だったのか。どういうこと。リュウちゃんはそういうことか。そうそうそう、大吉だったのかっていうのをね、まだ発表 しながら行こうや。いいね、うん、覚えてます、これ、うん、これ覚えとこう、はい、これ覚えとこう、ね、ね、はい、覚えとこう。ということで、今年もよろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。この後何ですか、リュウさん。この後に飛行機で帰るんですよね、ハワイから。あ、帰ろうか。あ、そうやね。リュウさんは個人で帰るんですよね。個人で。ファーストクラスだよね。ちょっと忙しいからね。大吉やから。もう予約してるんですよね。もう予約してるから、大吉やから。今回、我々は、今回も、ジョーさんと二人で帰るんで。仕事だ、仕事や。仕事しながら帰るんで。仕事やるんや。はい。大変やな。はい。大変やな。はい。そんな感じで。あ、そんな感じで行きましょうかね、まだ。はい、あ、来年まで1年続けることができる。続けましょう。ね、続けるな、わかりました。そのためには、ジョーさん、リュウさんファンの皆様、私のチャンネルを登録してください。そうですよ、サンちゃん、サンちゃん。サンちゃんね。サンちゃん、
この動画を配信した後に多分プラス2000ぐらいは。これ言ってほしいな。言ったらすごいな、やっぱり。ユーザーの中吉やね。そういった中吉やね。それやったら中吉やね。なんだったら今年の目標2万5000人、この1本の動画で行きたい。すごいな。それいけたらすごいな。それいけたらすごい。まあ、サンちゃんのコアなファンが結構いるからね。いけるじゃないかなとね。はい。思ってますんでね。はい。はい。じゃあまた。あ、はい、ありがとうございました。どうもどうも。はい、ではまた。失礼します。ありがとうございました。ジョーさん、お疲れ様です。ああ、お疲れ様です。いやー、疲れたね。疲れました。まあまあ、まあまあ、いい正月を、正月をさ、過ごしたんじゃないかなと。はい。ちょっとね、ジョーちゃん、自分の方はちょっとセットしていただきたいんですけどね。ちょっと僕がやりますね。繋がりましたね。いい感じや。はい。はい、ブリフライチェックリスト。あ、じゃあ、ナビゲーショントランスファーのディスプレイスイッチ。ノーマル音。はい、ビール来ましたよ。はい、来てます。静かやな。それボリュームの問題かなってね。